ミスター M さん、今回良かったですね。なんかね、コメントを読み上げて、そのコメントに一問一答していくっていう、これ動画嬉しいですね。で、コメントもまあ3つぐらい、今回のコメント動画ですか、コメントを読み上げる動画にも早速私が見るところね、私も込みで3つぐらい、なんかね、こうコメントがあって、コメントのキャッチボールが起きてるのかなと思います。やっぱり、ね、YouTube っていうのは SNS ですから、視聴者さんと発信者の交流が起きていくことを YouTube もね高く評価すると思いますし、反応があるとやっぱり嬉しいですよね。もちろん嫌な反応もこれからねあるかもしれませんけども、それも込みで YouTube 活動です。で、再生数っていうのはこういうことから増えていくと思いますんで、ぜひねこれからもやっていただきたいと思います。そして誰かの YouTube 動画に取り上げられるようなね、そんなエピソードを意識してやってみるといいかなと思いますし、そのためには誰かの YouTube をミスター M さんが放送してみるっていうのも一つの手かもしれませんよね。今日もですね、速稼塾塾生の生活保護について語る綾沢さんがですね、花谷龍馬さんに取り上げられていましたけども、こういうふうにですね、ミスター M さんも借金がたくさんあったとかね、体重が100キロになってしまったみたいな、なかなかね人が経験したようなエピソードをお持ちですから、これを取り上げていただけるとか、取材していただけるとか、対談していただけることを意識しながら放送してみるのはいかがかなと思います。ね、何せにしてもね、ミスター M さんって結構味のある人なんでね、これは癖になりますね、ミスター M さんの動画ね。それではこれからも頑張ってください。失礼します。